光月城の戦いは、天正6年4月18日から同年7月3日まで、ハリ国光月城で、毛利リ元と、天子勝久との間で行われた合戦である。光月城は沖きながら、ハリ三ミ坂、備前の三国の国境に位置する堅牢な山城で、毛利氏に属していた、赤松正則及び浮田直家が、万州方面の軍事拠点として、これを抑え、 毛利勢力圏の東方における事実上の最前線となっていた。しかし1577年、小田氏が中国攻略に着手し、万州に入ると、橋場秀吉の攻撃を受け陥落天子勝久を担ぐ山中、後世ら小田家に属していた天子最高軍が、この高月城の防衛を任された。その後一時は、 うきた氏が反抗によって奪還するも、再度織田軍の手に落ちている。しかし橋場秀吉は、光月城の奪取後も、表向きは、織田氏に侵入しながらも、立場を明確にしない、別所長春、小寺聖職ら万州諸勢力の怪獣に手を焼いた。1578年2月もしくは3月、別所氏が、毛利氏側へ離反すると、東張間の諸豪族の大半がこれに同調し、 別所市の本拠、三木城の7500を中心に牢城線の構えを取る。一方、橋場軍の進出によって大きく揺らぎ始めていた東方の勢力地盤を固め直すため、毛利氏も早急に大軍を派遣して別所市を援護する必要に迫られていた。また、同時期に上落行動を再開する予定であった同盟者の上杉謙信に交往するという意図もあったと、 考えられる。いずれにしても、この時点で、小田氏、毛利氏の戦線における最重要拠点は、三木城へと移り、両軍にとって、甲月城の戦略的価値は半ば失われたと言っても、良い。本来ならば、毛利氏は即座に、針馬に侵入し、橋場秀吉の本軍を背後から脅かすことで、直接的に別所氏を支援するべきであったが、しかし当地における、 毛利軍の活動拠点を提供することになる、うっきたなの要請を無視することができず、吉川元春、小早川高陰の毛利首脳は直おが求める、甲月城の最奪還に応じることで、間接的に、橋場軍を牽制するという形をとった。同月、総大将の毛利輝元は、吉田軍山城を出陣、山陽方面を担当する、小早川高陰が、三原城を出陣。 参院方面を担当する、吉川元春も、日野山次郎を出陣し、光月城攻略に向かった。備前の浮田直江は自らは出陣せず、弟の忠江を派遣。他に、毛利、村上水軍が針真灘に展開し、会場の封鎖も完了した。総動員兵力は3万以上とされ、万州、姫路城に駐留していた、橋場軍を遥かにしのぐ規模であった。 別所長春の離反、及び、毛利本軍の出陣を受け、橋場秀吉は直ちに、織田信長へ援軍を要請。まず、万州に近い摂津の荒木村重の軍が合流するが、毛利軍がどこに現れるかは、不明なままであった。この間に秀吉はしきりに、毛利軍の動向を探るかたわら、三木城の攻略を開始し、市場の野口城を、陥落させている。一方の毛利軍は、 ヘルモト軍が戦線から遠いビッチュ高松城に本人を置き、吉川元春、小早川高影ら主力が、光月城へ進軍。4月18日に包囲を開始する。光月城を守るのは、天子勝久を総大将とする、山中高成、天子氏久、天子道常、人材元唐らの手勢2300から3000に、過ぎなかった。毛利軍が、 光月城に向かったとの報を受けた、橋場秀吉は、三木城の攻撃を継続させつつ、自らの手勢を率いて、天子軍支援のために、高倉山に進出した。対して、圧倒的大軍で、光月城を包囲した毛利軍だが、積極的に攻撃に出ようとはせず、陣城を構築し、深い空堀や残壕を掘り、兵を巡らして、 昨夜、坂もぎで防備を固めるという徹底ぶりで、完璧なまでの防御戦を敷く。さらに、連日、ホラガイや太鼓を鳴らし、一角行動を行い、兵糧攻めで上兵の戦意を喪失させる方針を、取った。織田軍にはさらに、織田信忠を総大将として、滝川和増、佐久間信盛、明智光秀、庭長秀、細川藤高といった顔ぶれの援軍が到着したが、 信長の意図は、三木城の攻略と毛利軍の足止めであり、関気城、四方城、高砂城といった三木城の市場攻略に力を注いだ。このため秀吉も光月城に手を出すことはできず、小詰めの見込みがない天子軍は、絶望的な状況に立たされる。これを見かねた秀吉は6月16日に、京都へ向かい織田信長に指示を仰いだ。しかしあくまで、 万州平定を優先する信長の方針は変わらず、光月城の天子軍は事実上の捨て駒として扱われた。やむを得ず、高倉山の陣を引き払うことになった秀吉は、天子軍に、光月城の放棄、脱出を促す書状を出したが、天子主従はこれを目殺し、徹底抗戦を選んだとされる。6月25日、滝川和松、庭長秀、明智光秀が、 毛利軍に備えるため三日月山に夫人。橋場軍、荒木軍は高倉山から諸社山へ陣を移す。その際に熊見川で毛利軍の追撃を受け、橋場軍は大きな打撃を受けた。この戦いに参加していた毛利軍の武将、玉木義康著作の未次境には退却した橋場軍の陣前に夏山に立てる橋場の陣なれば、 秋風吹けばチリうせにケりという歌が、毛利軍兵士の手によって残されていたと記録されている。7月1日、天子軍は、上兵の除名を条件に解除、降伏し、7月3日に、天子勝久、天子氏久、天子道す、ね、そして、勝久の着難である、天子と弱か丸らが自陣した。天子最高軍の中心的人物であった、山中高生も、 捕虜となり、後に、ンゴ国共に送られる途上、備中国なりわで殺害された。こうして70日に及んだ、光月城攻防戦は幕を閉じ、部門としての天子氏は、完全に滅亡した。なお、生存した、天子最高軍の残党勢力は、天子所流亀石の亀井これのりに引きられる形となり、本能寺の変後も、秀吉騎下にて、鳥取城攻略。 朝鮮出兵三陣と転戦を重ね、稲葉国家の天保を経て、岩見国津和野を廃領、津和野藩として幕末まで続いた。毛利氏はこの戦いによって、本格的に小出氏との戦争状態に入り、同年7月に荒木村重が石山本願寺と連携して、小出氏から離反、続いて小寺聖職が離反し、晩衆一帯は一時的に、 毛利氏が勢力を盛り返す。しかし、毛利軍はついに積極的攻勢に出ることはできず、守勢、支援に徹して、領土の保全に努めた。同年11月に、第二次木津川口の戦いで、毛利水軍が大敗、1579年10月に、宇喜多のナいへの離反という毛利氏が寄付していた事態が、起こるとその勢力圏は大きく後退し、同月に、荒木村重が、 翌1580年には、小寺聖職が滅ぼされ、さらに長年織田軍を釘付けにしてきた石山合戦の終結により信長法囲網が崩壊する。この間、橋場秀吉は2年に及ぶ、兵糧攻めの末に、三木城を落とし、兵力を整えて中国攻めを推進する。ほぼ独力で、小田家との戦いを継続せざるを得なくなった毛利氏は、和睦の道を探るが、 両軍の争いは、本能寺の変が起こる1582年まで続いた。ありがとうございます。